数年前、探査機暁が金星の周回軌道への再投入に成功して軌道衛星になったそうです。暁には観測波長の異なるいくつかのカメラが搭載されていて、金星の大気を立体的に観測することができるそうです。また宇宙の神秘のいくつかが解明されることでしょう。ところで先日、空中を遊泳する夢を見て、忘れていたその感覚を懐かしみました。空中に浮かぶ夢は、子供の頃頻繁に見ました。子供の空中遊泳の夢は、成長過程の心理に関係があるそうです。私の場合、逃れられない攻撃にさらされて、無意識の自分が幼いなりに防衛本能を働かせ、そんな逃避行をさせたのかもしれません。とはいえ、今更どうなるものでもないから、現在のこの自由な日々を楽しみ、有意義に過ごすべきだと思っています。そんな空中遊泳の夢は、毎回ほとんど同じシーンを描きます。夜半に目覚めた私はいつの間にか寝室を抜け出て、ちょっと肩に寒さを感じつつ、ふわっと起き上がり、漆黒の空に入ります。暗闇を遊泳していると、星の群れが現れます。赤、青、黄などの無数の星が、競うように輝きを放っています。そんな星村が、雲のようにあちこちに浮かぶところを、塗っていくのです。それだけのことですが、明るいとは言えない、家庭環境にある私にとっては、ラッキーな、楽しいひとときでした。成長が進むと、夢は少々切ないものになります。高く浮き上がることができないのです。地面から10センチぐらいのところに浮いて、スケートをするように、滑っているのです。頑張っても、上昇できません。やがて思春期、自立心、いや反抗心が芽生え、いろんな悪いことを覚えると、そんな夢すら見なくなります。あれから長い時間が過ぎて、先日、再び空中遊泳の夢を見たのです。心に少し風が吹く、今夜あたり、また星空を遊泳したいものです。